核家族、アメリカ日本の核家族。核家族とは社会における家族の形態の一つ。拡大家族、大家族、複合家族と対になる表現である。米国の人類学者であるジョージ・マードックが人類に普遍的ですべての家族の基礎的な単位という意味で用い始めたニュークリア・ファミリーという用語の和訳であり、夫婦や親子だけで構成される家族のことである。なお、 各家族は、親族世帯の一形態であり、一人暮らし世帯である単身世帯とは区別される。イヌイットの各家族。母親と父親と子供各家族とは、具体的に以下のような形態を指す。一組の夫婦のみ一組の夫婦とその子供父親、または母親とその子供両親、または父母のどちらか一方と未婚の兄弟姉妹のいずれかから、なる家族を指す。 若者の一人暮らしや高齢者の一人暮らしは親族世帯ではなく単身世帯に分類される。ニュークリアファミリーという用語についてメリアム・ウェブスターは1941年が初出とする。日本では第二次大戦後アメリカがビキニ干渉で核実験を行った頃から流通し始めた。大家族に比較して転居や 住居の改造など居住に関するフレキシビリティが高く、親類間のプライバシーが維持しやすいが、他人数で同居する大家族と比べて、親子3世代による家事労働や育児、家内労働の分担がしづらくなる。日本の場合、各家族率そのものは1920年に55%と、すでに過半数を占めており、1960年代に、 急激に上昇し1963年には流行後となった。1975年の約64%を頂点として世帯構造に占める核家族率はその後約6割で移行している。1989年は夫婦のみの世帯が約16%、夫婦と子が約39.3%、一人親家庭が約5%であった。 2000年代前半の世帯別家族構成の内訳は、夫婦のみが約20%、夫婦と子の形態が約30%、一人親家庭が約8%であった。2016年は、夫婦のみが約23.7%、夫婦と子が約29.5%、一人親家庭が約7.3%であった。 1990年から2016年にかけて世帯構造に占める核家族率は安定した推移であるが、その内訳とされる世帯類型に変化が見られ、夫婦の身と一人親家庭世帯が増加する反面で、夫婦と子世帯は年々減少傾向にあり、少子化や社会保障が議論されている。単身世帯とは一人で一個を構えて暮らしている人、 曲がりして一人で暮らしている人、寮、寄宿舎、下宿屋に住んでいる単身者一人数という、一人暮らしともいう、九百二十年代一回国勢調査では六六点パーセントだった。九百七十五年以降、単独世帯、特に高齢者の単独世帯が急増しており、これは産業構造の変化や人口の都市化、転勤などの物理的事情により、子供世代が、 長寿化してきた親夫婦と同居が困難になっている現状を示している。別居している老人の長寿化に伴う介護問題、あるいは夫婦の友稼ぎの増加により下校後の子供が家で一人きりになる問題が議論される原因の一つである。2015年国勢調査では34.6%に増えている。祖父江高尾文化人類学入門、図補改訂版。 中央公論新社、1990年、B131。ABC たくさん美貸しほか、家族は、どこへ行く請求者、2007年、105ページ。現代用語の基礎知識、自由国民者。少子化と、家族、宮坂安子情報誌、寄付考える1998年秋号岐阜県、産業経済研究センター。ありがとうございます。